久保さん、今回根にしましょうか。根拠、根。根っこの根ですね。そう。まあぶっちゃけ誰のためってどうでもよくて、根っこにあるもの何かっていうところですね。まあ根っこにあるものは、まあ僕はビジネスやる理由は、根っこにあるのは自分が自由な暮らしをするためです。もうそれが全てですね。それ以外ないです。うん。それが根っこにあります。で、その根っこからいろんな木が生えてね、葉っぱを生やしてね、いろんな意味付け、いろんな解釈はできるんだけど、根っこの元は自分が自由であるためです。自分が自由じゃなかったらビジネスやる、僕は今のスタイルやる理由ないと思うんですよ。自分が自由に暮らしていける、自分の人生を楽しむ、限られた時間をより多く楽しむ。で、より多く楽しむための手段としては自分でビジネスをやった方がいいと。なぜならば、会社で働いて給料をもらうという人生であるならば、間違いなく限りある時間を会社に出社して会社で働くという時間に何十年注がないといけないので、そうすると限られた人生の時間の中で自由に生きられるのって、なんか定年退職してからとかね。僕定年退職してからしか自由じゃないんだったら、僕はきついですね。まあそれはそれで人それぞれなんでいいんですけど、僕は嫌なんで、別に自分でビジネスをね、できるようになれば、別にいつからでも定年退職はできるし、別に金利でね、飯食うこともできるだろうし、それは自分次第じゃないですか。別にその障害賃金が、3億とか2億とか言われてますけども、その2億3億も生涯かけて稼がないといけないのかっていう法廷もなければ、別に20代で1億2億3億稼いでもいいわけじゃないですか。別にその稼ぐスピード、稼ぐ期間、自由ですよね。でもそれをなんか40年かけて2億3億稼ぐのは僕は嫌ですね。会社勤めして、まあ時間は限られてるんで、その限られた時間の中を自分がどう生きたいのかっていう、それが全てじゃないですかね。それ以外あります？だって時間限られてるんで、久保さんも年取りましたし、僕も年取りましたよ。髪の毛もなくなりますけど、いってらっしゃい。